はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋ドットコムの石山です。めっちゃ嬉しいです。河合のグランド型譜面台の赤いピアノ、ワインレッドが久々に入ってきましたね。このタイプ好きなんですよ。音もいいし、見た目もいいし、タッチもいいしですね。言うことないですよ。ご覧ください。こちらです。なんと四国から買い取りしました。四国の方がね、これを売りたいんだけどっていうことで言っていただいて、ああ喜んでと。ちょっと運送代はね、海渡るので高いですが、赤いピアノいいですね。グランド型譜面台、垂直になったグランドピアノと同じ蓋を使ってますね。まあ、全く一緒じゃないですかね。同じようなデザインのものを使ってるということですね。そして、傷はですね、そんなにないです。大事に使ってられたみたいでね。まだちょっとくすみがあるので、バフ磨きすれば本当に綺麗になりますよ。ピッカピカに、新品みたいに再生しますから、それはそれは楽しみにしててください。はい。で、ここがね、このタイプですね、コーティングをしてあるんですね。ですから、ごめんなさい、ここはこのままです。カバイの文字のところは色がちょっとくすんでますが、これは、整備をしてもこのままですから、それはちょっと先に言っときますね。はい、そして、中です。KL32BG ですね。B は多分バーチ。バーチですね。魔法がじゃなくてバーチですね。製造番号が暗くて見えない。12から始まってるかな。ちょっと見にくいですね。またサイトの方見てくださいね。中はこんな感じです。あ、乾燥剤ちゃんとね、湿度調整剤入ってますね。ちゃんと手を入れて貼るピアノですね。調律師によってはですね、乾燥剤なんかそんなもの効果ないわとか言ってね、言ってる人いるんですが、まあいろんな説があってそれはいいんですよ。私は効果あると思ってます。もちろん通気があるのでね、空気が入れ替わってるので、乾燥剤というよりか、防カビ、防サビ、サビの防止とか、カビを防止するので、絶大な効果があると、私信じてるんですね。実際に、1年経ったら交換するんですが、その古い乾燥剤を、ピアノの後ろにね、積んでるお客さんがいたんですよ。そしたらね、その乾燥剤の湿度調整剤の周りだけ、くっきりとカビが消えてるんですよ。はぁーと思いましたね。そうかと。まあ、カビなんて出たら嫌ですもんね、ピアノにね。ですから、そういう意味でも、湿度調整剤は、うちは必要だと思ってますね。はい、こういう形で。まあ、このピアノの欠点も言うときますね。ここに鉛筆置かないでください。ここに。グランドピアノもそうですが、ここに置いて消しゴムとか、コロッとこの間に貼ると、うち中に落ちてしまいます。蓋を持ち上げたら抜けるんですが、まあ、ちょっとコツがいるのでね。極力欠点、まあ、グランドピアノ、世の中のグランドピアノ全てその欠点がありますね。それと一緒です。グランドピアノと同じ欠点があるとね、全部いいとこも悪いとこも全部ね、お話をしておきます。まあ、1、2回落として失敗したらいつかね、だんだん置かなくなりますからね。皆さん1回はやりますね。音聞いてください。ドミソ、高級ピアノの鳴りのいい低音いきますよ。ゴーンってきました。音は狂ってます。よう乗りますね。まあ、グランドピアノ置きたいけど置けない、でもできるだけグランドピアノに近いピアノアップライトが欲しいという方はこれですよ。おまけに色が綺麗ですからね、本当に。ダメですね。やめときましょう。クラシックはボロが出ます。ちゃんと基礎力のある人でないとボロが出ますね。やっぱりこういうごまかせるフィーリングで弾けるポピュラーが私には合ってますね。
いいでしょう。本当に素敵な音ですね。河合の KL32BG、 久しぶりに入った赤いグランド型譜面台のアップライトピアノです。ご希望の方はお早めにお知らせください。それではさよなら。